はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。まあもう一つの第3部隊ですね。なのでカスタマイズはまた戦闘前にやるとして、上空の渦、前に来た時と同じだな。それに金の鎖も貼られたままだ。ここから逃げるベガを追ってコスモスたちの時代に抜けたんだったな。ずいぶん前のような気もするの。毎回ここは問題だらけじゃ。でもこの鎖、大間の連中はもうサルベージは終わったって言ってたわよね。うん、クロムさんたちの世界、あの露天風呂ではそう言ってたよ。それが嘘でないならこの鎖はどういうことだ。取り忘れか、あるいは何か別の目的があるのか。ん、なんだこの感じは。おお、鎖が消えていく。あ、金の鎖が消えた。慌てて引っ込めたようにも見えたがな、どういうことだ。ああ、ギリギリ間に合ったよね。あなたたち来るのが予想より早くてびっくりよ。さや、やはりこの町にいたか。観念するんだな。そんな必要はなくてよ。これから起こることを考えれば。これからここで何を企む、オーマ。おお、またでかい穴が開いた。これさ、ここで働いてた人たちどうしたんだろう。完全にさ、職を失うよね。いきなり閉鎖されて。ビルに大穴が、まるで荒紙に食われたかのように。違うわ、これは私や夏がこの時代に現れた時の時空の歪み。どういうこっちゃ。ここは神羅が覇者の封印を施した場所だぞ。荒紙が出てきた。いっぱいいるし。本当に荒紙が出たよ。前回の事件ではここは私たちの時代に通じていました。まさかまた。今この渋谷には多数の揺らぎが次々と発生しているのよ。以前封印された次元のほころびがまた開くこともあるでしょうね。次元が不安定になっているのか。この渋谷で何をしている、サヤ。ある計画の最終段階をよ、坊や。時間が経てば経つほどやばい感じだ。サヤをとっとと捕まえて情報を聞き出そうぜ。そう簡単に捕まらないし、喋るつもりもないけれどね。いや、こちらにも余裕はない。腕ずくでも聞かせてもらうぞ。主が喋るまで叩くのをやめない。当然知りよ。ああ、どうしましょう。そんなことされたら私そのままそこを動くなよ。何人かビルに入って屋上へ行くんだ。あっと、それはやめた方がいいんじゃない。これは忠告よ。あら、おじけついたのかしら。いや、そういうわけじゃなさそうだ。覚えのある魔力を感じるぜ。なんか普通に階段から降りてこなかったか、あのデビル。デビルか。こいつら、ビルの中から。どうして悪魔が出てきたか。つまりはそういうことよ。まさか、この中は魔界とつながっているのか。前回の事件で別の場所からここに抜けたことがあったな。同じことが起きていたら屋上を目指して中に入っても魔界に出るだけよ。うん、ならば壁を直接よじ登ればよかろう。あん、そんなこと許すと思う。植木鉢とか鉄骨とか落として妨害するから。そんなんされたらあれーっと落下するじゃろうが。く、完璧な対策をしておったか。完璧かどうかはともかく、実際にやられたら厄介なのは確かだな。隆起1号があれば上から飛び移ることも可能だと思いますが、まだ新宿から戻らないということは、情報通り何かあったと考えるべきね。上空から？あ、そうじゃ、わしにいい考えがある。本当かよ、嫌な予感もするが。ピポパのパで、出前も来るわ、と。何やってんだ？メール？黙っておれ、アクセル。サヤにバレたら妨害されるじゃろう。あん、何を企んでるのかしら、おちびちゃん。わかるかの？わかんねえじゃろうな。まあいいけど。助けを呼ばれたところで何ができるわけでもないしね。鎖が消えたということは上では準備が進んでいる頃ね。もう少しかしら。この上か。シャオムーさんが何か仕掛けをしたようだ。時間を稼ぐ必要があると思う。ええ、まずは荒紙とデビルを片付けましょう。それからビルの上ですね。はい、頑張りましょう。
小豆腐の0時と陣、和也、明、影丸、あ、0時プラス格闘組か。ちょっと厳しいな、それは。ユニットどうしようかな。まあとりあえずこのままでいいか。私でいいのかしら。あと空いてんのは、あ、こいつ。拳一つで勝負だ。そうすると装備だな。まあまずは主人公を起点に、おっと、だいぶ上がんな。でディフェンスはいいか。で覇王の剣使用ナイト、アタック上げて、ディフェンスもだいぶ上がんな。めっちゃ上がるな何装備してたんだこいつら今まで。プラズマソード、うん、サイコパワーグロー、これで一周したか。技強化しとこっかな。ちょっと1500円で鍛えられる。1750円、2000円だ。これ完璧にできるし127になっちゃった。まあいいや。あ、必殺技鍛えとかよかったかな。ほいほいと、まあいいや。通常技をだいぶ使うから、ほいほいほいと、足りません仕方がない。こいつにだって全然戦ってないから、そもそも足りないっていう。ほいっと、ほいほいっと。 あとあれか、ソロユニットの、うーん、1回ずつ鍛えるか全員。おお、188になった。さすがに常に戦闘に出てるやつらは高いな。これでいいでしょう。オッケー。アバノンがいるんだ。5ターン。どうする、アバノンどこ。あ、ここか。なんか敵がいっぱいいるところにいるな。宝箱チェックをすると、ここにアタッシュケースがあるな。で、ここにもアタッシュケースがあって、あ、ここにあるっぽいな。結構あるな。また下の方、あ、ここに行くか。上にまた、上はない。ここはさすがにないか。あいつ多分、降りてくるか、どうにかするでしょ。そうすると、シエルでこっち左を回収しつつ、こいつ死んだらダメなんでしょ。でもちょっと上行って、トリックスター使って、射程じゃなくて、移動力6にしつつ、前線へ出る。こいつは移動力がないか。で、格闘組死んだらまずいから、ちょっとここら辺で少しずつ進んでいこう。ダンテをおとりにして戦っていく。応戦しないでいいでしょ。これも応戦しなくていいでしょ。ダンテって複数技持ってたよね。うわー、結構なんか辛いな。こいつ自爆マンじゃん。自爆マンまずくねえか、攻撃したら死ぬ恐れがあると。押し取れる、いいね。やりました。なんだこれは、なんとかの旅人棒。まずこの別に死んでも大丈夫なやつで攻撃をして、チームワークを忘れないで。どうだ、なるべくギリギリで倒したいからな。あ、分かった。オラクル活性が上がってる。だいぶ余計なことをしちゃった。これはトレーニングメニュー。今日は17000まあ反撃さえしなければ多分大丈夫なんだよね。だからレイジはあの幽霊みたいなやつを狙おう。これだけで大丈夫でしょう。なるべくちょっと、ああ XP を上げとく、したかったけどしょうがないと。これはどうしようかな。こっちまで行って複数技を使おう。3体ちょっと待って、ん、これでいいか。ギアを上
げていくぜ。おお、三体殺した。さすがだ。マストダイ。おら、つえ。なんか一人弱くなかったか。頑張ります。で、こいつを倒して。7800くらいだったら普通の攻撃だけでいけそうな気がするんだけどな。これいいね、47やめて。全然レベルの上がってない。これ射程1上げてムーブ1、射程1 140OK で、こっからアイテム使って XP を回復させて、 XP じゃねえSP 回復させて、さらに射程1いいね。これで届くっしょ。マジレベル低いからな。上げていかないと。847、1レベル。ようやくか。で、バーチャファイターはね、30はなかったか、29か。この後ろにいよう。うおー、来た、やばいぞ、これ。5330 マジやべえ。あいつ気絶した、やった、気絶させとこ。ああ、危ねえ危ねえ危ねえ。ユーリフレン反撃しよう。反撃を、あの荒神はもう3ターンフルで気絶させとく。あ、これもちょっと、あ、セキュリティなんとかで倒すか。経験値を稼ぎたかったけど、まあしょうがない。そうも言ってらんなくなってきた。あの上のやつらが来たらかなりやばいな。反撃はできるときにしておきたかったけど、ちょっとダメだった。うわ、来た！これ死ぬんじゃねえか？完全防御しよう。危ねえ。ちょっとマジで待て、マジで待て。こいつ、気絶してるよね。あとは、こいつか、34000。まず、ちょっとこれアイテム押しまず使っていこう。なんでチョコレートを2つ使う。これでみんなヒットポイント全開。で、XP でデビルスター使おう。で、ダンテはちょっとあそこに行けねえな。なんかあるかな。分身攻撃アタック 75%。これを使って、了解。スペシャルアタックを使いつつ、ちょっと誰に当たったかわかんないけど、ほい。で、二人倒した。レベルも分かった。よし。で、さらに、こいつだな、そうすると。横を取れる。3万2000か。デビルスター使おう。引っ張るから。で、ブロックがあるのか。敵を撃つ光。放ってはおけません。シルフィーロール、よいしょ、聖なるエリア。ここでお洋服チェンジ。私のセイクリッドブレイブ。神聖なる眷属。すごい。先行。13000。13000か、どうなんだろうな。13000を。この鉄拳、こいつ言っても必殺技使ってこないと思うんだよね。横からの援護ありでやってみるか。ブロックがあるけどしょうがない。まずこいつだ。ブロック外しとして、よし、ナイス。仲良く殴り込むとすか。これでしまいじゃ。とどめじゃ。61、やばい。くっそ弱いんだけど。全然ダメじゃん。112はクリティカル出て。まあいいや、しょうがない。バーチャファイターで倒そう。ブロック外しはあるから。あ、攻撃力高えな、やバーチャファイター組は。まあ、セラスターか。一応30レベル近くはあるからな。いやー、鉄拳組マジやべえな。どうしますか。で、シエルはこの爆弾魔を倒して。シエル、追い詰めていきましょう。
これなんとか、いやなんとかならないなこれ。うわーちょっと残った一番最悪のパターンだ。まあ攻撃威力 C で倒せばそんなにダメージは当たらないでしょう。ひでー。でレイジーはなぜかすっげーヒットポイントだけな。なんでこいつを倒そう。1万回だったらまああっ間違えた攻撃を。まあ楽勝だな。で敵のターンと誰ジンカズヤ。これまずい。ちょっと完全無力しよう。もうジンカズヤとかすげえ信頼できねえかんな。応戦はしなくていいと思うね。こっち来た。誰ユーリフレンか。ユーリフレンは大丈夫。いや死んでも大丈夫って。どうしよう気絶させとこっかな。あでも3万8000か。倒しとこう。アニマル今こそ勝機。負けられない戦いなんです。やればできるんです。私のセクシー台風。倒せるかな。12000。おお、キョ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 。さらに腕を上げたな。フレ腕を上げ。でもなんかね倒しすぎるとねなんか敵の増援が出てくるからね。パターン的に任務、ま、12000は楽勝だな。一発で倒せる。強い。あそうかアタック 100% か今。アバドン動くなよ。動いた。マジかよ。何ターン目。4ターン目か。あと2ターン。移動力1使うか。おっとっと。そうするとまた SP 回復だな。ロジストを使うか。どうかしら。で、トリックスター使って、トリックスターを使って、ここでこいつ、いやー、ちょっと、万全を期そう。射程値上げても無理だもんね。射程値上がんねえかそもそも。こいつはまだもう一旦気絶させとく。金剛とかいうやつか。行きます。これ後ろ正面。一気にブロック1はすぐ外れるんでしょう。今こそ勝機。私ができることをします。はい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 。これ練習したんです。キヤキ聖弾セクシー台風。敵を撃つ光。そうなれ。ほい。よーしいいねいいね。エステリーゼ様あまり過激なことは。私だ。なんとか可能だと。であとはこれで上に取りに行って、でこいつはこいつをボコす。6万か。僕は勝負に出る。結構あんな。ハリウッド合わせる。手を止めるな。悪く思うな。とどめを刺す。SP はなちょっと完全防衛に取っときたいからな。まあ、取っとこう。しまった。何が起こるか分からない。てかあれだな。おっとセーブしよう。これ途中で死ぬのマジショックだからな。3万どうだ。後ろ取れるこれ。後ろ取れんな。後ろ取ってこいつら結構攻撃力高いから攻撃しよう。いくぜ。まずはブロックを外す。英雄後進客。俺の前で迂闊だった。おせっかいを焼かせてもらうわ。全然調子ないな。もらった。終わらせる。いや締めくくりはこれよ。いやーちょっと残ったな。まあいいや。ちょっとさすがにこれはもったいない。 XP 今回かなり重要だから。あ鉄拳組で倒せんじゃん。これ絶対倒せる。1200は絶対倒せるでしょ。
弱すぎんだけど。これが鉄拳王の実力じゃ。鉄拳王の実力なさすぎだろ。貴様の遊びのよう。OK。で、あいつは気絶してる。反撃できねえからしょうがない。8500結構食らうな。まあさすがに死なないでしょう。それ1万3000はね絶対無理だ。こいつ一回ね吹っ飛ばすんだよね確か。ほら、だからここから。いざ。主来この鉄拳を忘れるな。強襲拳。どうする？接続使うか。5600。まあ倒せるよねさすがに。結構ギリギリっぽかったな。よし、23レベル。徐々に上がっていった。全身。ほい。うわぁ増援来た。え、空が何が起こったというのでしょうか。これは接触できたよね。接触だと、あの渦の中で何が行われている。次元の誘拐、そして揺らぎの歌が流れる時が来たのよ。揺らぎの歌？何のことを言って。アンノウン。アン、あなた、前に魔界とつながった城であった。やつは、なぜ何度も俺たちの前に現れる。いい加減にしろ。ここから去りなさい。さもなくば。何？ここまではっきり話したことなど。行きなさい、この上へ。どういうことじゃ、罠か。ふう、いろいろと引きつけてしまっているようね。この状態じゃ無理もないか。シャドルのベガちゃんも何かやってるみたいだし、こちらも早く。V デュラル。あら、またお客さんって、このサイボーグちゃん、デュラルっぽい。ぬどうした影丸、あんなのただの量産型デュラルじゃないのか。あれこそがデュラル、間違いない、本物のデュラルなり。待って、そいつがなんでこんなところに。デュラルはシャドルーに使われていたんじゃ。シャドルーは滅んだのだよ。君たちは知らないと思うがね。ああ来た。こいつで上に送ってもらうってことか。ほう、あれは次から次へと。相変わらず渋谷は騒がしいわい。毎度お世話になっております。空中委員です。空中委員のみゆきです。みゆきさん、今は戦闘中です。離脱してください。ああ待て待て、わしがメールでこっそり呼んだんじゃ。みゆき、てかさ、お客さんとメールでやり取りしていいの？はい、なんでございましょう。わしらを吸い上げ、屋上に下ろしてくれ。ま、お買い物用のメールかな。なるほどな、そのために呼んだわけだ。うまいこと考えたもんだ。え、めんどくさいんですけど。さ、作戦失敗した。みゆき、うまくいったらご褒美だ。買い物をさせてもらう。そっと決まれば喜んで。まったく、扱いづらい小娘じゃ。違うご褒美を与えてやろうか。いや、逆に扱いやすいと思うんだけど。金さえ出せばやってくれるんでしょ。あら、向こうから来る人たちはよろしいんですか。向こうから来る、誰でしょう。大神やキャプテンたちか、それとも新宿に向かったクリスたちが。どうせ敵だろ。おっと、宝箱の近くに来たな。うぶ違う、黒鋼。やつは前に間に感染されたまま逃げた忍者アンドロイドだな。汚染されているというように、間によって作り出されたコピーだったはずだ。渋谷のどこかにザ・ワールドとつながっている揺らぎがあるということか。どこだ、悪敷き、おぼろ、ほつま、おぼろおぼろおぼろ。やばいの、だいぶバグっちゃうぞ。こんな状態のやつをほつまに合わせるわけにはいかないわね。ここで決着を作るわ、黒鋼。火花、忍び、帰還は。しばらく見ないうちに、随分おしゃべりになったもんだな。意味のある言葉を発している。これが、間によって増幅されたもの？おお、こいつも出てきた。よう！また、アンドロイド。今度は、アクセルの偽物。いつものやつね。こいつをしつこく使い続けてるのはシャドルーだ。奴らは新宿にいるんじゃなかったのか。では、情報は間違っていたということですか？それともまさか、新宿に行ったキリュウさんたちが負けた？ゲゲゲ、シャドルが滅びた、今。情報提供してくれる。こいつも喋るか。
待て、今シャドルが滅びたと言ったのか。シンジゲート復活のためにこのサイコパワー必要。そう、私は滅びぬ。シンジゲートのテクノロジーは。お前まさかミスター X？ え、誰それ。急に新しい敵に出てこられても困るよ。確か壊滅したシンジゲートのボスや、このアンドロイドを作った犯罪組織の親玉よ。ギ完全にイカれてやがんな。けどさっきシャドルが滅びたって話、あながち嘘でもなさそうじゃ。偽アクセルにデュラル制御されとらんしの。どうされるんですか。ごめんなさいみゆきさん、今ちょっと立て込んでしまっていて。今は動くしかない。俺はサヤを抑える。俺も上に行く。みゆき頼むぞ。さっさとしろ。了解しました。待たれよ、我も行くのみ。ああ、ようやくその時が来たんだからな。俺たちも合わせてやってくれ。わかりました。それでは。三部隊が上に行くの？下も結構きついな。しかも上、二部隊格闘組か。要は死んだらダメ組でしょ？いってらっしゃいませ。とう。あん、派手なこと。そんな手があるとはね。飛んだり跳ねたりはもう慣れたもんじゃん。降りてこいサヤ、俺たちの戦いにはふさわしい場所だろう。そうね、本当にふさわしいか別として、もうクライマックスだものね。ゲストも舞台に上がってきたし、最終幕の前に少し遊びましょうか。坊や。坊やと呼ぶな。それに最終幕だと。そう、ようやくね。本来は10年ほど前に終わっていたことなのよ。レイジの父親ショーゴが死んだあの事件か。あの人があんな無茶をしなければもっともっと早く終わっていたんだけれどね。お前が親父のことを気安く言うなサヤ。ずいぶん回り道をしたけど今回こそ終わり。さあ終わりを始めましょう坊や。坊やとも呼ぶな。新宿でシャドルーが現れたというじゃなくて破れたという話が本当ならお前がここにいるのも納得できる。デュラル、もはや何も言うまい。その白金の呪縛から解放する。母上。ん？影丸、今なんて言った？なんでもない。こいつは必ず金の鎖がある場所に現れた。もしや俺たちを導くために。ふっ、偶然にすぎん。貴様に言われずともこのバカ騒ぎ直に終わらせる。カズヤ、おとなしく寝ていろ永遠にな。ああ、ここで決着をつける。ジン。はあ、上も下も大騒ぎだねこれ。どちらも片付ければいい、それだけのことだ。依存はなし。ああ、ここで決着をつける。この拳でな。俺たちも終わり次第下に降りる。持たせてくれ。わかった、地上は任せてくれ。みんな、拳を振るう相手は決まっているようだな。それじゃあ始めようぜ。怒りの鉄拳。いやな、鉄拳組はね弱いんだよ今。アバドン、うわ逃げるな。まこいつは攻撃できるときに攻撃しておいていいでしょう。っていうかこいつだったんだ。よく必殺技使ってこなかったな。このままでいいかな、とりあえず。鉄拳組が狙われた時の相手完全防御を XP を残しとかないといけないからな。最低でも50だよね。そうするとあ、これは楽勝だな。あとはこいつらがどこまで耐えきれるか。 SP はなんか知んないけど攻撃するたびに回復していくから結構ね反撃はできるな。目標撃破、ミッションクリア。無双だな。25か。あとゴッドインザーズに行って1万か。どうしようかな、これ使うか。どれくらいの複数攻撃を持っているかな。全員は把握してないからな。これは38レベル、いいね、どんどん上がってくね。おお、とうとう反撃できなくなった。アクセル、こ
さて来た。おお危ねえ。痛い。やばい。大丈夫か？危ねえ危ねえ。超怖えんだけど上。まだ死んじゃダメでしょだって。ダメだな。セブショ。ハマドン届く？届くな一応トリックスター使えばギリギリ。シエルちょっと隠させてこう SP を。でトリックスター使って念には念を入れるか。あれを使おう。なんだっけ攻撃力がいっぱい上がるやつ。分身攻撃。君たちじゃないよ。了解。見切れて。たまに硬いからね。どっちか狙える。後ろから行けんだったら後ろから狙おう。どれ9200。ただあんたの邪魔はしないわ。ああ全然良かった。全然良かったっていうか攻撃力上げたからかな。消えろ。でこのままこいつで宝箱を回収して戻ってこよう。でユーリフレンで荒金がやっぱり元に戻ってんな。攻撃力アップ、コンボ回復量って言ってもな、ディフェンス上げてもしょうがねえしな。クロスブレイクダメージ 100% あってこれを使うか。そもそもあんまりクロスブレイクしないと思うんだけど。ガードガーか。うおー勝ってー、マジ勝ってー。すいません、お邪魔しました。おお9000当たる。でもあ中絶した。ちょっともう一回ほっとくかこいつ。これでね多分必殺技使っちゃうと記述がね解けるんですよ。でこいつはもうユーリフレンに任せるでしょ。これしかいないのか地上部隊で。ヒットポイントを回復させて全員回復させる。いいよね。もったいないけど連動しようめんどくさいから。これいっぱいあるし。で SP アタック。2体か。2体なのか。でちょっとザコっちいやつと、ザコっちいやつと黒鋼だな。力を人気に終わりです。これ見たことなかったよね。まさか。で多分ね複数攻撃が少ない方が攻撃力が高いと思うんだよね。さてどうする。レイチなんで後ろ向いてんだ。気絶させよう。気絶大丈夫かな。毒無効だけか。でヒットポイントはいっぱいあるから気絶させよう。頼む気絶してくれ。ガード外さないといけないのか。これでガードが外れるか。頼むぞ。外れそうだな。オッケー。気絶のやつを鍛えてくれよかったかな。気絶確率がアップするんで。もし気絶した、これ大丈夫。普通に攻撃する上では大丈夫だよね。よし、これでこいつは気絶してるよね。よし、ほっとくでしょ。あとはデュラル V デュラル、どっちもあんまり変わんねえな。でも攻撃されると多分これ死ぬかもしれないな。途中セーブしよう。上の舞台ちょっとこれで置いとこうかな。26000、24000。ヒットポイント的にはそう変わらないか。いやーこれどうする、本当に悩むな。いやーこれはちょっとやめとこう。ターンエンド、安全に行こう安全に。温泉できない。1万かよ。こっちに来たな。黒羽がね、これでも完全防御すれば。そうか、こいつ必殺技使えないんだな。完全防御無駄になったな。ちょっと少しでも食べないと。あ、でも50残ってれば完全防御できるのか。敵は沈黙しました。やりってことは、あのアクセルが必殺技を使ってくれればシールは死ぬかもしれないけど、チームワークを忘れないで完全防御を残せるな。このマップはちょっと考えていかないと。魔
守るべきものがあるから戦える。格闘2人組ならもう少し強ければなんとかなったんだけど、こいつだこいつ、どうする。あ、でも完全防御して、で相手が多分50になるから使えない。いいな、大丈夫だな。無駄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 。終わりだ。で反撃をしちゃうと相手の EP が溜まっちゃうから、反撃はしない方向で、で完全武器しよう。 OK で、もう完全武器しようてか、なんで完全武器できたんだ今。私ね、でこいつはやっぱり SP を回復させての、トリックスター、トリックスター。でこの宝箱回収して、こんなもんポウ入手したなんだポウって。で帰りながらあのアタッシュケースを入手して、こいつを倒したいけど、ちょっと XP 隠すから、デビュースター使おう。気絶してるから後ろを狙おう。なんかある。あ、これ使おうかな。全力を出すんだ。これも使おう。仕留める。気絶してるから遠慮は放ってはおけません。超えてください。聖なる風よ。神聖なる天族。敵を貫け。いいねいいね。華麗に決めちゃいます。すごい。おお、倒した。オッケーオッケーオッケー。これはでかい。技を使わないで。エステリーゼ様、あまり過激なことは。私だ。観音師、撃破を確認。全部が丸く収まったら、帰って相手をしてあげるよ。ええ、今は前に進みましょう。それが私たちの時代のためでもあります。そうなのあ、そうか、全部巻き込まれてるからね。これ開けて、やりました。ミンティアのステッキ、ヒットポイントは回復させて、でどうしようかな。そうすると悪敷き、悪敷きのヒットポイントいくつ。1万4000か。いやー、ブレイクもちょっと狙っとくかな。反撃を食らわないように、ちょっと残ったな。これはまあ、これでちょこ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 削っていくか。でこいつはもうほっとくでしょ。さやは一回隣国を、こいつはもう完全にあれだな、気絶部隊だな。アンノウンって気絶すんの。毒無効、封印カウンター、ヒットポイント吸収、まあ、問題はない。気絶してくれ。これ一応ですか。手を止めるな。こいつで決める。よし、気絶した。オーケーオーケーオーケー。タフなやつだ、呆れるぜ。でこいつの気絶が解ける頃に後ろからぶん殴って7万9000を与えるか。デュラル、デュラルか。 V デュラルの方が弱そうだからな。ちょっとつっつくか。いやでもこれ反撃食らって死にそうだな。なんかある。いやちょっとマジで安全に行こう。安全に行くためにはでも数を減らすとかないとな。145% か。怖えな。ちょっとマジで怖えな。一回セーブかけよう。セーブをかけてブロック無効使うだろう。ブロッククラッシュ崩しとかいうのも使うだろう。でブロックは無効になってっから、さあ受けてみなさい。この一撃で打ち倒そうぞ。お、反撃不能だ。よしよしよし、これはでかい。決着をつけてあげる。これで決めるわよ。強いなこいつら。やっぱり攻撃力が高い。で8338。でこれだったら絶対倒せる。デビルスター使おうで攻撃力上がるやつなくね。ランダムって何。
味など気にはせん。よう分かんないけど使っとこう。でブロックをそうか外さないといけないのか。まずこの援護軍でなんとか外した。俺が鉄拳王の実力じゃ。死ぬ。ぶちまけろ。倒せる。いや倒す。14とかもうなんなのよ。だからこれで敵が1人減った、レベルも上がった、なんか覚えた。さようなら、まやかしのデュラルよ、我が前から消えよ。シャドルが使っている量産型デュラル、今ので最後ならいいんだがな。よし、破壊します。こいつ別に必殺技使ってこないっしょ。どういうそこ破壊します。でこいつはこいつ任せればいいでしょ。悪敵は必殺技使ってこないから反撃しよう。でこれで破壊完了と。まあ、3300くらいだったら余裕だな。39レベルか。OK。耳障りよ、散りなさい。俺もだいぶバグってきたな。さようなら、仮初めの体を与えられたお人形さん。元の時代に戻ったら改めて任務の中で相手をしてあげるわ。今回はついてなかったわね。これはどうしよう。防御だな。いや完全防御でいいか。100になるでしょ。このパターンだな。さっきと同じパターンかこれで。100になってどうせ上の奴らが必殺技使えないでしょっていう、そういう理論だ。終わりだ。防御しよう。よしよしよし、結構減るな。ダンテはこれを回収して、ワギャコプター、ワギャコプターで上飛んでけよ。ユーリフレン6万か。一旦じゃ無理だな、どう考えても。これもあるし、ガード。お邪魔しました。ええ、超えてください。シルフィーロール、シルフィーロール。あ、起立した。行きますよ、変身。行きましょう。必殺技を使えば倒せたっぽいな。そうするとまあでも気絶してるし、あとめんどくさいのがこいつらか。揚げパフェ食おう。揚げパフェ2つ食って、でこいついくつ引っ張る。3万4000か、結構あるね。ブレイクを巻き込みながら敵一体を巻き込む。あ、やばいやばいやばい、ヒットポイントがめっちゃ減ってんだこいつ。回復をさせなくては。デモン組よし。であと上の舞台か、どうする。50か。こいつ次のターンで復活するんだっけ。7万9000か。後ろから突っつけるかな。反撃食らいそうだな。反撃食らってもでもいいか。レイジが4万食らうってことはまずないだろう。デビルスト使おう。後ろは取れるときにやっぱ取っときたいからな。殴ってでも黙らせる。かせえなこいつ。受けてみろ、怒りの鉄拳を。いや、かてえわ。後ろ取ってこれかよ。神羅万象、天地、次は逮捕だ。首を洗って待っていろ。で、食らうっしょ、これ。まあ、しょうがない。これは全然いいよ。半分くらいか。で、回復させれば全然大丈夫だから。アイテムはただめっちゃ使うな、やっぱり。アップルビューで回復させて。OK。どうする、この二人を攻撃させるかどうかがすっげえ毎回迷うんだよね。いやー敵40だからな、やめとこう。もうこの二人信頼感ゼロだからな。温泉しない。
応戦しない開始。応戦しない。これ応戦すると溜まっちゃうよね。防御にしよう。80でしょ。でこれで90で100と大丈夫でしょ、防御でよし。でちょうど来た頃に肩が効きそうな感じだけどな。私これ絶対倒せる。足でまといにはなりません。1万6000くらいは OKOK。聖なる槍よ、戦います。この世界のために。ヒットポイントは回復させながら XP を回復させよう。で100で、ほいほいと。みんなちょこちょこ減ってきたな、これで。よし、まだチャンスはあります。でその間に下の2人が到着するでしょ。こいつマジどうする。さや危険だ。でまた同じパターンでいこう。これ1個使おう、いっぱいあるしで横からぶん殴ってアタック 15% か。ここら辺アタック 100% とかいうのがある。150だってないよね。怒りの鉄拳って誰が覚えてんの。まあいいや、これ使おう。で反撃で必殺技を食らって相手の XP がなくなると。1万1000、神羅万象、1万ちょいか。倒せずか。で食らう。まあそれはしょうがない。で毒を治してヒットポイントを回復させて1万だったらいけっかな。こいつは無理だな、絶対無理だな。いくら横から行ったとしてもこいつが次で解けるかな。0時しか戦力になんねえかな。一人倒せればな、多分だいぶ違うと思うんだけど、セルシオ今回死ぬ恐れがあるからな、本当に。まあ、セーブするのはね、スパロボで結構癖がついてるんで。スパロボは当たるまで攻撃とか。70%、80%、90%。同じパターンか。ほら、こっちよ。1万、殺したい気もするけどな。防御しよう。あ、これで 100% になってるか。まあでも完全防御で大丈夫でしょう。よし、遠いなあ本当に。1万当たるかな。 15% 上げとくか。確実性を取るから。よし、いて、あいつ完全に復活してんな。そこを動くな。ハリウッドだ。ま、倒せれば倒せたら、それで。よし、問題なし。十分時間は稼げたかしらね。他のオーマのメンバーがいないということは上にいるんだな。さあ、ただ私が空いてたから来ただけよ。ふん、見えすいた嘘をつけてない。他の連中に任せられんことじゃから主が来たんじゃろうが。あん、そんなことないのよ。みんな頼りになるもの。他の奴らにも役割があるということだな。ご想像に任せようかしら、坊や。さて、ここでの仕事は果たしたし、それじゃ、さよならよ。ふう、今回はやばそうじゃの。10年前のことを思い出すの。何年前でも何年後でも、俺たちのやることは変わらん。いよいよ勝負か。
で、上舞台はもうちょっとしょうがない。行きます。じゃあこっちの方に行くか。下におびき寄せよう。ほいほいっと。これ完全防御さえできればな、なんとかなるからな。 OK。40% か。攻撃しちゃおう。大丈夫っしょ。こういうのがね、命取りになる可能性があるからな。でも敵はね、もうちょっと減らしておきたい。ここまで来たら。これは100までいくな、確実に。しょうがない。攻撃しよう。死んだ。こいつが死ぬのは問題ない。で、こいつ完全防御。危ねえ危ねえ危ねえ。で、反撃しよう。9000とか。で、こいつは結構当たるっしょ、だって。まあ、そこそこの攻撃力はあるな。40じゃなくて32レベル。1万は当たるからな。いい感じだ。で、大丈夫です。こっち倒すでしょ。油断は放ってはおけません。エナジガイド上空に反応や、シルフィーロール、オーケー、しない。結局下の組が先に片付くよな。そりゃそうでしょう。死んでいる蘇生薬が。すみません。デビルスター使おう。回復を使って で反撃はまあ食らわないような感じにして、これでミスター AZ は倒したっしょ。 OK。で、ブレイクも時間の問題だな。あと上のやつらをどうするかだよな。まず後ろを取って撃ち、はい、先端持っていけ。あっと現行犯だ。で、できれば崩させよう。逃がさないぜ、しらけろ。こいつが当たれば終わりだ。ドラゴンウィング、これ多分反撃食らうっしょ。で、大丈夫っしょ。こいつら絶対大丈夫なはず。で、きちっと回復させておけば、あと 15% だからまた待機だな、ここで。29000はさすがに減らない。どうだ、倒せるか。これ一つを使えばよーし、さよなら。で、あと上だけだ。40レベル。こいつ40、最速か。アクセル、シンジゲート、ミスター X、 不死身だ。何度出てこようが同じだぜ、ミスター X。 脳みそだけになろうが幽霊になろうが、お前の悪事は俺が叩き潰す。いつでもな。幽霊になったら触れなくね。で、これも、まあ、普通に防御して大丈夫でしょ。よしよしよし、ちょっと落ち着いてきたかな、ようやくここに来て。デュラルの8万5000か。これつけて、これ使いたいよな、アタック 100%。 俺が行く。50% だけど、こいつに関しては攻撃してればなんとかなるだろう。獅子奮陣、メッセ、そこを動くな。ジュラルだった。ほとんど頼んでいたな。よし、仕方がない。
この一撃で決着をつける。チャーム、合わせろ。7800。これは鉄拳組でも倒せるかな。60だから多分100までたまんないだろうな。援護入れて横から鉄拳組でいけば。ちょ、援護別のやつにしたいんだけどなんでこのバーチャファイター組が援護に入るんだ。なんとかインフェルノがある。ケチな空人剣。秋だよ、高貴なり。冒険、はい、インフェルノ。ヌーリア、どうなって。三島流の神髄よ、死ぬ。大丈夫か。すっげー不安が残るんだけどダメだった。命拾いした。ま、レベルが上がったからよしとするか。はぁ、こいつで倒すか。さらばだ。影間、安らかに眠れ。もうそなたの眠りを妨げるものはなし。かわいいこの手もんちの。何を言ってんだかわからん。我が望み果たされた。影丸、やつは。何も言うな、アキラ。すべては夢の出来事。我らが安らかな眠りにつくにはまだ早い。そうであろう。そうだな。ああ、そうだな。その通りだ。で、75% だから、大丈夫だ。もう決まったな、これは。完全防御しよう怖い。いや、今のは絶対大丈夫だった。でも完全防御しなくても。で、宝箱はもう大丈夫じゃなかった。ここにあった。最悪だ忘れてた。シエルで取りに行かせるか。はいはい、諦めようかな。いや、取りに行く。 85%。鉄拳の心得。よし、やっと。相手になる。後ろから狙う。あー、攻撃力アップつけとけよかった。敵の隙をつく。一生への奇跡。許すから仕方がない。こいつが当たれば終わりだ。その位置だ。この方に仕方がない。一生への奇跡。13000。13000、鉄拳組は多分減らせらんないから、バーチャファイター組で横からぶん殴ればなんとかなるでしょう。使おう、この市長のなんちゃら。いけねえし、しかもブロック向こう。クリティカルダメージ 50% アップ。この使おう。で、この使おう。して倒しましょう。いやー、辛かった。行きなさい、この世界を。あなたたちがようやく肩がついたか。何か言っておったが、やつは。黙れ、平八。やつはもう現れん。それだけだ。現れなくとも先へ行く。二度と現れなくて済むようにな。言われなくともか。ふう、片付いたのを。鞘は逃がしてしまったが。上空の渦、その先に行ったのは間違いないだろう。ああ、追わないとな。だが、その前に下の状況を確認する必要があるだろうな。降りて確かめればいい。さっさと飛び降りろ。飛び降りるんだ。すっげえなこいつらもう片付いてるよ。むしろ上の方が時間かかってたから。どうやら終わったみたいだな。上の大間とは蹴りをつけたのか。すまん、取り逃がした。おそらくは上空の渦に向かったはずだ。王にしても、龍騎1号を待たねばなりませんね。無事だといいのですが。ん?駅前から誰か来る。
誰かどころかみんなじゃねえか。大丈夫だったかいみんな。ああ、なんとかな。手こずったようだが、そっちでも何かあったのか。壁や地面、そこら中に穴が開いたんだよ。そこに開いているような大穴も含めてな。ここにいた大間のさやが言っていた。今の渋谷には揺らぎが大発生していると。シルフィーの協力もあって向こうに開いた穴は封鎖しておいた。しばらくは持つと思うけど、早く次の手を打った方がいいよ。ふむ、分かっちょる。あとは新宿に行った浦島たちじゃが。あ、向こうから来るのは。お待たせなのね。本当にみんな生き残ってる？見ての通りよ。誰一人欠けちゃいないわ。ですがご覧ください、街はこんな状態になっています。そっちはどうだったんだ博士。ずいぶん時間がかかったようだが。カムロ町にシャドルーの本拠地が作られてたのね、ゴキヒリに。情報は正しかったか。シャドルーは壊滅させたんだな。そりゃもうケチョンケチョンよ。一緒に出てきたゾンビやら何やらもついでに。シャドルーが使っていたサイボーグやアンドロイドがさまよっていたのはそのせいなのね。一度社内で情報をまとめましょう。あまり時間はなさそうです。ふう、そのようね、この状況だと。よし、車両になだれ込め。なだれ込めってあれ、こいつは。あの、私のことをお忘れじゃありませんか。ありがとうございました、みゆきさん。またお会いしましょう。何もせず帰れと。 いや、そんなつもりは。そうだ、買い物をさせてもらうよ。それに、みゆきには頼みたいこともある。博士、情報共有と買い物が済んだらすぐに出発だ。了解よ、レイジ君。いよいよみたいね。ちょっと。ご案内いたします。結構お金貯まったな。ワギャナイザー SP 回収。回収って何もっと高いオーダインセット。当店自慢のセット商品ですよ。あと7万8000円か。結構ね、アイテムをね使っちゃったからね。オーダインセットはなんかセットになってんだろうな。これはいっぱいあるから全然大丈夫でしょ。チョコレートも全然あるから大丈夫。XP 関係だな。結構重要。XP 回復は。もうここまで来ると。あ、行動不能回復か。これどうしよう。5個くらい買っとくか。お受け取りください。これはいらないな。揚げパフェ。揚げパフェよりはね、デリギスターの方がいいんだよね。こちら、お受け取りください。5個か。結構きついな。まあ、でもこれもあるからね。ジェイドジストみたいな。スペシャルグミもあるか、2個。骨付き原始肉も結構すげえな。こんなもんか。よし。いってらっしゃいませ。はい、というところで、第40話、まあちょっと苦戦しましたけれども、これで終了したいと思います。